さんこんにちは、スプレーアートでのべろちゃんです。このチャンネルようこそ。今日の話はメキシコに行きたい人、旅行に興味がある人、他の国でも多分世界中で使いアドバイスがしたいと思います。金持ちに見えないように旅行した方がいいです。例えば高いものを持っていかない方がいいです。腕時計とか高いジュエリーとか目立つものあまり持っていかない方がいいです。使う時だけに出す、財布できれば持っていかないでね、そのお金はポケットに入れた方がいいです。ポケットは4つあればその4つに分けた方がいい。なぜならもし泥棒とかねたら、それとも気づかないでお金取られる場合もいっぱいあると思います。タクシーは危ない、特にメキシコは危ないです。なのでタクシーを乗るときに絶対にタクシー乗り場からを乗ってください。もしタクシーじゃなくて車をレンタルしたい場合はね、高速道路絶対に夜は運転しないでね。特に高速道路、関西はねだいたい夜とか暗いところにあるからね。まあ普通に楽しんでね、悪い人が本当に少ないけど、悪い人は悪い、本当に悪い人だから。だけどメキシコいい国だと思います。あと綺麗な場所とか食べ物も美味しいし、いろんなことがあるから、いっぱい習うことがあると思いますが、本当にメキシコに人生で一回でも行った方がいいと思います。まあためになったら、面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもぜひやってください。ということで、じゃあまた、アディオスアミゴス、アディオス。